皆さんこんにちは、モンスター福岡の長田です。今日は素敵なコンプリートカーをご用意しましたので紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。今回ご紹介の車はこちらでございます。スイフトスポーツ ZC33S 型の新車をベースに製作いたしますコンプリートカー、スイフトスポーツモンスター福岡バージョン B でございます。当店がプロデュースいたしますモンスター福岡バージョンに新しく仲間入りしましたカスタマイズコンプリートカーです。その内容は ZC33S スイフトスポーツのベーシックカスタマイズの集合体として当店から提案させていただく仕様となっております。こちらのコンプリートカーは新車をベースにしておりますので、ベース車のボディカラーやメーカーオプション、マニュアルもしくはオートマチックミッションと幅広く対応いたします。ではカスタマイズの具体的な内容をご紹介させていただきます。基本はレーシングカー製作や当店を含めた全国のモンスター直営店で皆様からのニーズにお応えすべく妥協なくテストを繰り返して作り上げたモンスタースポーツ製のパーツを中心にカスタマイズしております。まずはフロントのコイルスプリングに横力制御バネを採用しましたローダウンスプリング、モンスター DX チューンスプリングを装備しております。車高は当然装備されておりますモンローショックの性能を活かせるように、フロント、リア、ともに約20ミリのダウンにセットしたダウンスプリングです。ローダウンスプリングでありながらもスポーツ性能と乗り心地性能を追求した仕様となっております。マフラーは SPX デュアルストリートマフラーをチョイスしております。リアメイン部の交換で排気抵抗を軽減しつつ 2.5 キロもの軽量化を果たしております。メインパイプ、サイレンサーともに高級ステンレス素材であります SUS304 を使用し、見た目も美しい仕上げになっております。外観ではカーボン GT ウィングを装備し、ルーフアンテナをドルフィン形状のアンテナに変更いたします。カーボン GT ウィングはクリア塗装を施しますので、長きにわたり美しいカーボン地をキープできるようになっております。またそのクリア塗装をすることで面素がボディと一緒になりますので、ワックスやボディコーティングを施工された場合の持ちもボディと同一になるメリットもございます。内装はフロアマットをコンプリート仕様としては共有装備にしております。またこちらの装備はマニュアルミッション車ベースに限られますが、スポーツなペダル操作をアシストするクラッチペダルを交換するとともに、フットレストを追加装備いたしますという内容で仕上げました。こちらの新車コンプリートカースズキスイフトスポーツモンスター福岡バージョン B、 気になるお値段は6速マニュアルトランスミッションかつ標準車のベーシックグレードをベースにした場合、車両本体価格198万円でのご提供となります。ご名義登録に必要な税金等の諸費用は別途ご負担をお願い申し上げます。全国のスイフトスポーツファンの皆様にお届けすべく日本全国陸送納車いたします。また現在低金利ローフェアも実施中です。皆様からのご質問やご相談お待ち申し上げます。はい、いかがだったでしょうか。新車のスイフトスポーツ、ZC33S をベースにしましたモンスター福岡バージョンのバージョン B 仕様コンプリートカーでした。こちらの仕様は、当店がスイフトスポーツの走りを楽しんでいただくために、おすすめのパーツをもうギュギュッと凝縮して、コンプリートしている仕様です。今回画像でご紹介申し上げている車は、
マニュアルトランスミッションの車ですけれども、オートマチックトランスミッションの車でも設定しておりまして、十分楽しい走りをしていただけると思いますので、ぜひ、新車をご検討の皆様、広くこのお車も、検討の一台に挙げていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では今回はこれにて失礼させていただきます。また次回も おすすめの車ご紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。失礼いたします。